世界中の対戦ゲームが全く全て同じなんですけども、一番最初のルール理解というところは逆転オセロニアも同じように課題を抱えていました、GCP を利用したこの AI サービスによって、このルール理解というところを分かりやすくするかというところに活用できないかと考えました。ゲームにディープラーニングを含めた AI 技術を投入した実践例というのが、世界にも類が少なかったのもあって、AI に関する世界最先端の知見を持っている Google クラウドの ASL サービスを受けることにしました。そうですね、 ASL は機械学習のトレーニングと、その後、実際に事業に移すまでのコンサルティングも含めてやっていただきました。私たちは GCP を全ての AI 開発のプロセスで使っています。オセロニアの AI ではたくさんのリクエストを処理しないといけないので、特にそのようなスケーラブルなシステムを組むにあたって、クラウドマシンラーニングエンジンとアップエンジンが、とても役に立ちました。それによって実際にメンテナンスする人員がとても削減できたので、すごく助かっています。実際に帰国してからも、クラウドの開発エンジニアと一緒に、どのように実装を進めていくかといったようなところも一緒に考えることができました。2つの AI のケースを実現しています。1つはおすすめ編成と呼ばれる機能で、3000種類を超えるキャラクターの中から16枚のデッキを選ばないといけないんですが、手間を省くといいますか、簡単にするような機能を、1つ作っています。もう1つはオセロニア道場という機能でして、練習する相手が AI という、そういう機能を作っています。